ベティナットールはイングランドサービトン出身の女子テニス選手。フルゲームはベティメイナッツホールシューメーカーという1930年全米選手権女子シングルスの優勝者。1927年全米選手権で決勝に進出した。決勝でアメリカのヘレン・ウィルスに1から6、4から6で敗れ準優勝者になった。 3年後の1930年全米選手権でアンナ・ハーパーを6-1、6-4で破り優勝した。1931年全仏選手権では女子シングルス、女子ダブルス、混合ダブルスの3部門すべてで決勝に進出した。シングルスは決勝でドイツのシリー・アウセムに6-8、1-6で破れ準優勝に終わるがアイリーン・ベネット・ホイッティングストールと組んだ女子ダブルスと パトリックスペンスと組んだ混合ダブルスでは優勝し、ダブルス2冠を達成した。4大大会で女子シングルス1勝、女子ダブルス4勝、混合ダブルス4勝の K9 勝を挙げた。ナットールは1977年に国際テニス連動入りを果たした。連動入りから6年後の1983年11月8日、アメリカ合衆国ニューヨークにて72歳で亡くなった。 ありがとうございます。